うわ、すごい雨降ってきた。うわ、もうびちゃびちゃや。あ、でも俺さ、セーム持ってるセームセーム使うセームで不きや。えセーム分からへんえ、セームえ、セーム分からへんの第5位。第5位は、セームです。これ、セームって結構普段から使っちゃうし、普段から使うことも多いんですけど、結構水泳やってへん人からすると、セームって伝わらないんですよね。何それっていうね。 セームってね、もうめちゃくちゃ便利やから普段から銭湯とかにも持っていけるし、まあ、普段から持っとけばね、濡れたらこう、拭けますから、しかもすぐ再利用できますからね。普段からね、皆さん普通の水泳やってない人にも、このセームを使ってほしいんですけど、なかなか皆さんセーム知りませんよね。俺次の水泳の授業、本気でやろうかな。あ、でも学校のプールってさ、 淡水やんか俺潮水と食いやからさえ、淡水、潮水分からへんえ、淡水と潮水やではい、第4位第4位は潮水、淡水ですこれ潮水、淡水って結構普段からポロッと言っちゃうんですけどこれ結構知らへん人多いですよね潮水、淡水潮水路とか淡水路ってなんて言うんですかね水泳してへん人は 50m プール 25m プールって言うんですかね そもそもその,その2個があることをも知らへん人が多いですよね。調水淡水はね結構普段から使っちゃいますよね。よしじゃあさダンベルで筋トレしようぜ。あでも危ないからさはじめは5キロから持ってだんだん上げていこう。だんだん上げていって1 0ロにしよう。ディセンディングの感じなディセンディング。ディセンディング分からへん デデデディィィィセセンンンンググやで第3位第3位はデディィセンディングです皆さんこれ使いませんディセンディング普段僕結構使っちゃうんですけどこのだんだん上げていくとかいう時に,時にディセンディングとかあビルドアップってな感じで言うんですけどなかなかねやっぱこのなかなかっていうかまあ当たり前かディセンディングビルドアップは伝わりませんよねでも逆にこの水泳してへん人はだんだん上げていくことを何て言うんでしょうかデディィセンディングって 以外ある表現方法逆に陸上部とかだんだん上げていく練習なんて言うんですかねビルドアップディセンディング使うんですかねやっぱねあの,このだんだん上げていくことをだんだん上げていくっていう言葉以外に表現する方法をちょっと一般的に浸透させてほしいですよねわかりやすいからうわ勉強疲れたちょっと休憩しよっかうん。ちょっと休憩して じゃあ次、数学を上から行こう、上から。上から勉強しようかえ。上から分からへんえ。上からやで、上から。第2位。第二位は上からです。上から、下からはね、結構使っちゃいますよね。時計見て、あ、じゃあ次の上から行こうかとか。けどなかなか伝わらないんですよね。大体分かりそうなもんやけどね。時計見て、時計指さして、次上から行こうかって言ったら、 伝わりそうなももんんでであるんですけどねこれやっぱりこの時計時計をこのサークルのあの時計を見て、あのー、練習している水泳部ならではの表現方法なんですかね他の部活とかはそういう時計見てやることはあんまないと思うから水泳部独特の表現なんですかね上から下からっていうのはね。あ俺得意種目俺得意種目はブレスト。 えブレストブブブレレレススストトトからへん、はい、番,外編番外編はブレストですブレストって結構で分かりにくいと思う水泳部からしてもバッタはバタフライなんとなく分かるバックは背泳ぎなんとなく分かる、えー、フリー自由形んとなく分かるコンメン、えー、個人メドレーコンメンなんとなく分かる平泳ぎブレストなんでっていうね。 平泳ぎブレストっていうのは結構確かに分かりにくいですよねまあ英語のね平泳ぎを英語で表現するとブレストストロークっていうんでブレっていうんですけど結構やっぱねブレだけなんとなく分かりにくすぎますよねうわー筋肉痛めっちゃ筋肉痛わ昨日さ陸トレめっちゃきつかったやん陸トレええ分からへん陸トレ え、分かれへん第1位第1位は 1> 皆さん絶対使ったことある陸トレです陸トレね結構普段から使っちゃいますよねやっぱねこの普段練習を水中でやっている水泳部だからこその表現でございますね陸トレこれねもう陸トレは陸トレなんですよね陸トレって言ったらねは何それえ筋トレちゃうみたいに言われますけどちょっとちゃうんですよね 陸上でやるトレーニング全般のことをリフトレって言うんで、ランニングとかもリフトレやし、やっぱね、これはね、水泳部は絶対使ったことあると思うし、まあ、理解されないやつですね。はい、皆さん、また何か、えー、水泳部独特の、えー、つい使っちゃう専門用語あれば教えてください。明日